はい、ライドルンポー共和国 Vlog です。まあ熱のあるうちにまたアマチュア無線の話をしましょうか。アマチュア無線というか、その無線システムというのに、その、何の魅力があるのか、何が面白いんだという話なんですけど、今の若い方にはわからないかもわかりませんね。もう物心ついた時からスマートフォンがあって、まあ何でもできる、相手がどこにいようがね、どんな状況だろうが、まあとりあえずその、何かを伝えることが即座にできるっていう環境にありますので、わざわざ無線じゃなくてもいいっていう、そういう、まあ、便利さと利便性というところだけを、取ると何のメリットもないのかもしれません。私が免許を取った当時っていうのは今から30数年前、40年までなってないと思いますけど、その頃はですね、即時にですね、誰かに、何かを伝えようとすると電話しかなかったんですよ。もちろん携帯電話とかない時代ですよ。まあ携帯電話はあったのかもしれませんけど、普通の人がお目にかかるような、携帯電話っていうのはなかったわけですね。会社の社長とかね、そういう大企業のお偉いさんの車には自動車電話というシステムはありました。だけどそれは手で持ってこうで話せるような機械ではなくてですね、まだまだ車のトランクに大きな装置をですね積んで、でアンテナを、トランクからガーンとでかいのを出して、そして受話器の部分だけが、客車室内にあるという、そういう時代でしたので、とてもじゃないですけど持ち歩いて同行するような時代ではなかったので、普通の人が、電話をかけようとすると基本的には家の電話にかけるしかないわけですね。で家に電話かけて不在だったらもうどうしようもないですし、もちろんインターネットとかない時代ですのでメールもありません。メールっていうのは郵便のことでしかないわけですね。で郵便だと数日かかりますし、もっと早い電報でも数時間かかるわけですね、配達されるまでに。配達されてもいなかったらどうしようもないわけですよね。なのでメッセージなり、音声ね、声なりが届く、即座に届く手段は電話しかなかったわけですね。で外から電話をしようと思うともう公衆電話しかなかったわけです。まあ、そのうち携帯電話もだんだん自動車電話から装置が小さくなりまして、ショルダーホンというのが出てきました。肩からかけるカバンみたいな装置を持ってですね、でその装置の上に受話器がついてた。それを外して、電話をした。ショルダーホンというのが出てきまして、それでもそう一般の人が持てるような時代ではもちろんないわけですね。やっぱり電話しかない。ですね、でそうなるとその無線っていうシステム、免許がなくても、まあ、誰でも使えるような無線システムっていうと、子どものおもちゃ、微弱電波を使った子どものおもちゃのトランシーバーっていうのは、昔からありました。でもこれはですね、まあ、電力もほとんど送信電力もねほとんどありませんの微弱電波ですので、どうですかね、100メートルもう届けばいいんじゃないですか。だから本当に子供のこう秘密基地同士で、通信する、遊びでしかなかったわけですが、まあそれでもね、見えないところから即座に声が届くっていうのはものすごく魅力ではありましたよね。楽しかったですよね、遊ぶツールとしては。それが、まあ、今でもシステム自体はありますけど、市民ラジオ、市民無線、
シチズンバンド、いわゆる CB ですね。これはありましたけども、正規の CB 無線っていうのはやっぱ高かったので、やっぱり授業で使うとか学校で連絡用に使うとかね、でしたよね。学校に CB 無線機っていうのは何台かありました、中学校の時に。でこれ何に使ってたのかというと、遠足ですかね。遠足で前の方と後ろの方の先生が連絡を取り合うために CB 無線は使ってましたが、やっぱりでかかったですよね。これぐらいありましたね、無線機がね。だから使ってない、まあ歩いて遠足行くわけですけど、その時に先生から借りて、前の方のね、同級生と後ろの方の同級生がその無線で、話しながら遊びながら遠足を歩いてたっていうのはありますよね。あとは運動会で使う、連絡用で使うとか、その程度でしか、CB 無線も子供が触れるっていう機会はなかったですね。だからやっぱりね、アマチュア無線っていうのがものすごく流行ったんですよ。小学生でも中学生でも免許を取って、無線でね、学校から帰った後に友達と、片通話ですけどね、片通話っていうのは電話みたいにもしもしはいはいという同時通話ではなくて、こっちが喋ってる間は向こうは聞くだけ、向こうが喋ってる時はこっちは聞くだけ、マイクのやり取りはこちらが話し終わったらどうぞっていうことを言って向こうが話し出す、向こうがどうぞって言われたらこっちが今度話し出すっていう、この片通話の無線っていうのがやっぱ流行ったんですね。やっぱ当時はね、電話料金も高かったですし、もちろん携帯電話ないですので、その回線をね、家の回線を使って長電話してると、もちろん電話料金の問題もありましたけど、他から電話かかってきた時にずっと話し中になっちゃうっていう問題があったんですね。そのうちキャッチホンっていうのが、出てきましたけど、電電公社、今の NTT ね、昔は日本電信電話公社っていう国営企業でしたので、キャッチホンっていうシステムができましたけど、それでも、1回線しかないので、そんなに長電話すると、だいたい親から怒られてましたね、電話代が高いとか。それから他から電話かかってきた時に受けられないとか、まあいろいろ言われました。そうやってこう無線をしているとですね、友達同士とかね、あるいはもちろん知らない人とも話すわけですけど、やっぱネットワークが広がったりとかね、あるいはその電話代気にしなくて無線で話ができるので、楽しかったりね。私はどちらかというと文系の人間だったので、理系の友達ができるといろいろ技術的なことを教えてもらったりとかね、してました。だからやっぱり無線っていうのが、唯一の即時、相手が無線機を持っておればですけども、即時連絡ができる方法、唯一の方法だったと思いますね。そのうちね、私が高校生ぐらいになるとポケベルっていうのが出始めまして、ポケベルでですね、連絡を取り合うっていうことが流行りました。みんなポケベルを持ってました。ベル打ちって言いましてね、ポケベル、最初は呼び出して鳴らすだけだったんですけど、そのうち文字が打てるように、要はメッセージが打てるようになりまして、だけどプッシュ本、プッシュ本しかないですけど、DTMF っていうトーンが12345678910と米印とシャープね、このボタンを押すとトーンが流れるんですよ。ピーポーパーっていうね、そのピーポーパーっていうそのトーンの組み合わせで、文字を打つっていうことができるようになりました。なのでこういうポケットベルの小さいカード状のポケベルに、文字がメッセージとして出るようになりました。今でいう何ですかね、ショートメッセージサービスですか、 SMS ですかね、の走りみたいなもんです。でもそれはポケベル単体持っててもしょうがないわけです。これは受信専用なので、必ず電話機が必要なんだよね。家の電話機でこうメッセージをバババババッと押すか。だから女子高生は早かったですね、ベル打ちって言って。
もう完全に文字をそのプッシュホンの、ボタンに変換できる頭になってたので、メッセージ打つのがむちゃくちゃ早かったですよね。外出中はどうするかというと公衆電話に行って、まあ、当時はもうテレホンカードが主流でしたので、テレホンカードを入れてね、ベル打ちをするわけです。1秒でも早くしないと10円かかってしまいますからね、10円以内でできればいいんですけど、これが時間がかかってもたついてると20円30円ってかかってしまいますから、だから女子高生のベル打ちっていうのはむちゃくちゃ早くなったわけですね。それでもまだね、やっぱりその直接声で話すことはできなかった時代ですので、まあポケットベルがあってもですね、やっぱり無線っていうのはみんなやってましてね、大人も子供もね、免許はいりますけど、まあ、そのうちパーソナル無線っていう免許のいらないやつが出てきましたけど、まあこれはね、無線機自体が高くてそう簡単には子供に買えるような値段ではなかったんですよね。で、まあアマチュア無線、免許の必要なアマチュア無線よりも送信電力も弱いですし、周波数も高いところなので、そんなに飛ばないっていう問題もありまして、でだんだん飛ばないので、どんどんパワーをね、違法に上げていく違法局がどんどん出始めて、チャンネルがなくなっていって、常に更新するような状況になって、まあこれは廃止に追い込まれていくんですけど、やっぱりアマチュア無線っていうのはみんなやってましたよね。そうこうしているうちにだんだん大人になってきますと、今度はコードレスホンっていうのが、家の電話なんですよ、家の電話のコードレスホンっていうのが出始めまして、もう要は線を長くね、5メートルも10メートルも伸ばして電話機そのものを自分の部屋に持って行って電話するんではなくて、コードレスで電話ができるようになったんですよ。これもだから一種の無線技術ですよね。コードレスホンが出始めますと、まあ長電話ね、電話のところにじっと座って長電話するんじゃなくて、自分の部屋にコードレスホンの呼気を持って行って、電話をするっていう、そういうスタイルがだんだんと出始めましたよね。だけどこのコードレスホンだってアナログでこう親機とのやり取りをしていたので、これはねやっぱりその電波を使ってる以上はアナログですから、受信機さえあれば聞けちゃうんですよ。普通の人はそんな受信機持ってませんけど、結構飛ぶようなコードレス電話だと、隣近所みんな受信機持ってれば筒抜けになっちゃうんですよ、通話が。これはねさすがに良くないですよね。でまあいろいろ秘話って言ったら秘密の話ね、秘話っていう機能がまあできたり、つけられたりとかいろいろしたんですけど、まあやっぱり基本的にはやっぱりそのあくまでもコードレスホンっていうのは家の中での話ですので、まあ家の外に持っていたとしても、まあ家からどうですかね、10メートル20メートルも離れれば、電波が弱くなって聞こえなくなるという、で通話切れちゃうというね、まあそういうことになってましたよね。やっぱり無線はアマチュア無線っていうのはまだ使われてました。離れてる人と即座に電話しようと思えば、まあ、さっき言った自動車電話とかね、ショルダーホンっていうのはもう大金持ちしか持ってませんので、ただ、ね、唯一の例外は新幹線に乗ってる人は、電話できたんですよ。公衆電話があってね、移動しながら電話ができたんですよ。またこちらから固定電話を持ってて、こちらから新幹線に乗ってる人に電話をかけることもできたんですよ。これは列車台っていうですね、今の JR ね、当時の国鉄の、まあ、列車台っていうその、交換台ですね、交換手に電話をしてですね、光何号、あるいは小玉何号、当時望みないですからね、まだ。光何号のに乗っている、どこそこ市の誰それさんを呼び出してくれっていうふうに、こちらから、列車台に伝えるわけです。そうすると交換手が、その走ってる新幹線を呼び出しましてね、指定の光何号とか、
小玉乱号とか列車を呼び出しまして、その車掌ではなくて食堂車あるいはビュッフェっていうのが当時営業してまして、そのビュッフェか食堂車の職員がその列車台からの呼び出しを受けるわけです。で、どこそこしの誰それさんを呼んでくれというふうに交換手から言われるので、それを車内放送でお客さんを呼び出してたわけです。お客様にお呼び出しを申し上げますって言って、どこそこしの誰それ様お電話がかかっておりますので、お近くの電話をお取りください。まあ2両か3両おきにあったんですかね、電話が。で、その電話室に行って電話を取ると、はい誰それですって言うと、あ今電話がかかっていますのでおつなぎしますって言ってつないでもらってたんですよね。まあそれでもどうですかね、呼び出しをしてから5分ぐらいかかるんですかね、本人が出るまでね。新幹線からかける方は100円玉専用でして、100円玉をバン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 入れて、電話をかけることはできました。自動車電話とかがだん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 発達していきますと、今度はそのカード電話、っていうのがだんだんと出てきまして、まあ、最初は100円玉を入れる公衆電話だったんですけど、これは高速バスとかね、それから、まあ、新幹線もだんだんカード式のテレホンカード式の公衆電話に変わっていきましたよね。で、バスも高速バスも100円玉を入れる黄色い公衆電話からテレホンカードを入れる公衆電話に変わりましたよね。で、まあとりあえず移動している公共交通機関だったら、まあまあ通話をすることはできました。あとフェリーですかね。フェリーには船舶電話っていうのがついてまして、船舶電話の専用のシステムがありまして、今の携帯電話とは別にね。で、船舶公衆電話から100円がバンバン減っていきますけど、船舶公衆電話をかけるっていうことはできました。当時はまだ衛星システムはなかったと思うので、沿岸を航行するフェリーだけですよね。で、船舶公衆電話っていうのもありました。で、そうこうしてるうちに携帯電話がだんだんと普及し始めまして、普通に電話だけですけどね、今のインターネットとかそういうのはないですけど、まあ、とりあえず電話はできるようになりました。で、それがまだアナログの時代でしたけど、アナログのね、携帯電話はやっぱり受信機があると聞かれてしまう恐れがあったので、まあ、そんな秘密の会話をしてたかどうか分かりませんけど、それもデジタルになってきまして、今度はデジタルになると受信ができなくなったんですけど、受信機持ってても。だけど、最初の当初のね、初期の頃のデジタル電話っていうのは、デジタル携帯電話っていうのは、まあ音質が悪かったですね。音質が悪かったし、繋がらなかったですね。県外ばっかりで。そうこうしてるうちに、そのインターネットに接続ができるようになったんですよね。電話機自体で。そのあたりからですかね、メールだとか、ショートメッセージサービスは日本ではあまり流行りませんでしたけど、海外では普通に電話番号でこう文字メッセージをショートメッセージを送るっていうのは流行ってましたけど、日本ではあまり流行りませんでしたね。これはなぜかというと、電話料金がかかるのと、それとキャリアメールが日本では普及してたので、あんまりショートメッセージは流行りませんでしたね。そのあたりからだんだんとアマチュア無線っていうのが、廃れ始めてきたんですかね、だんだんと。まあ開局、アマチュア局はやっぱ平成になってからもずっと増え続けはしましたけど、まあでもそれでも携帯電話が一般に普及するのは平成になって以降ですからね。平成何年ですかね、5年とか5年6年7年そんなもんですかね。一般の人がデジタル式の携帯電話を普通に持てるようになったのはそんな時ですから、そこまではやっぱりアマチュア局っていうのは、アマチュア実局の人口っていうのは増えてましたよね。そこが頭打ちで、そこからどんどん減り始めました。あんま必要なくなったからですね。だからほとんどのアマチュア無線やってた人っていうのは連絡取り、それから友達との、まあ、ラグ中っていうんですけど、おしゃべり、
まあ、電話の代わりですよね。電話ごっこの代わりとして使ってた人が実はほとんどだったということですね。他にも楽しみ方っていうのはいくらでもあるんですけど、だけどそういう人は、今考えると少数だったということになりますよね。まあ、ほとんどの人が車にね、音質のいい VHF とか UHF の FM の変調で、声が届くトランシーバーを積んで小さいアンテナで、会社の行き帰りとか、に、まあ、例えば当時はでもね、夫婦で免許を持って奥さんは家にいて、奥さんは家の無線機で、旦那さんは車の無線機で、夫婦で、家を出てからもね、なんか喋ってたっていう、そんな微笑ましいアマチュア無線機がいっぱいいたんですよ。でもそういうのもだんだんとなくなってきて、まあ、本来のその無線通信の楽しみとか、電波を使う楽しみとか、電波の不思議とかね、そういったのを探求するような人だけが残っていく、あるいは海外との通信、というのにやっぱり意欲をね発揮するようなアマチュアだけが残っていったような感じですよね。まあのね、楽しみ方っていっぱいあるんですよね。例えばね、壮大な話ですと、実用性ね、商業的な通信の実用としては全くないんですけど、EME って言いまして、アース、ムーン、アースで EME って言うんですけど、アース、ムーン、アースですから地球、月、地球ですよね。月面反射通信って言いまして、VHF 以上の超短波以上ね、の周波数の電波だと、地球の周りにこう電波を反射する電離層っていうのが3つ、3層あるんですけど、それを突き抜けるんですよ。突き抜けて宇宙空間に飛び出すんですよ。飛び出すんですけど、それをこう電波を、まあ、普通は四方八方に飛ぶんですけど、それを集中させるアンテナを使ってですね、月面、月の表面に向かって電波をダーッと出すんですよ。そうすると月って、まあ、本当はデコボコしてるんですけど、クレーターあったりね、山あり谷ありなんですけど、天体としては非常に滑らかなペラペラの天体なんですよ。地球みたいにね、こうエベレストとか富士山とかあんな高い山とかないんですよ。まあ、重力地球の6分の1なので、ちっちゃいですしね、ないんですよ。なので地球からバーンと月に電波を発射しますと、意外とちゃんと地球に跳ね返って戻ってくるんですよ、結構な量が。そうしますとですね、地球と月との間でバーンと反射して戻ってくる電波はむちゃくちゃ弱くなるんですけど、もちろん距離がありますのでね、弱くなるんですけど、だけど全然見通しの距離以外のところでも地球とかね、月とかその天体の規模で考えると、普通は日本からこう VHF の電波を出してもせいぜいね数百キロぐらいしか届かないのが、全然違う太平洋を越えた向こう側に反射した電波が戻ってくるって、まあこれ有名ですよね。ロマンのある話ですよね。そういう通信が一応成功し始めるわけです。で、この EME っていうのは大電力がいりますし、すんごい指向性のね、アンテナもいりますので、そう簡単にはできないんですけど、一般の人には。でも愛好家はいて、やる人いっぱいいたんですよ。EME 通信をすると、信号がね、遅れるんですよ。これを知ると、光の速さっていうのが、いかに遅いかっていうのがわかるんですね。たまに衛星回線で、ニュース番組、テレビの、ね、ニュース番組なんかで、海外の特派員と、こう、スタジオとの間でニュース番組で、直接つなげてね、インタビューというか、そのレポートしてもらう時があるじゃないですか。あの時って東京のスタジオから特派員の誰それさん、ここはどうなんですか、どうなんですか、どんな状況なんですかって聞いて、向こうが返答するのが、2、3秒遅れますよね。
あれっていうのは、衛星を地球の周りをね回っている人工衛星を介して、通話って言いますかレポートをしているわけですね。もっと映像と声が届くまでに一旦宇宙空間に出て衛星に届いて、その衛星からまた地球に地球局に向けて電波を返すわけですね。この間時間かかるんですよ、距離があるんで。あれがだいたい1秒とか、ぐらいの、まあ、往復にかかる距離がそんなもんなんですよ。だけど月となるともっと遠いので、人工衛星なんて通信衛星なんてそんな遠いって言ったって月の距離と比べると全然近いわけですよね。だけど月って意外と遠いので地球から光の速さで電波っていうのは飛んできますので、光と同じ速さなので秒速30万キロなんですよ。秒速30万キロ、1秒間に30万キロメートルのスピードで電波ってバーッと飛んでいくんですけど、月って地球から44万キロぐらい離れるんですかね、あんま詳しくないですけど。なので月まで 1.5 秒かかるんですよ、光が届くまでに。だ今見てる月っていうのは 1.5 秒前の月なんですよ、今見えてる月っていうのは。でこっちからもしもしって言って月面に出しますよね、 1.5 秒かかるんですよ。で反射するので戻ってきますよね。で戻ってくるのに 1.5 秒かかるんですよ、ということはですね、往復3秒かかるんですよ。だもしもしって言って、例えばそれがアメリカに届くときには3秒遅れてって届くんですよね。だ光の速さって遅いなって思うじゃないですか。そういうのを実感したり、あとドップラー効果って言って、まあ反射してね、地球に戻ってくるときに周波数がちょっとずれるんですよ。音ありますよね。救急車とかパトカーとか消防車が通ってるときに、近づいてきてるときと遠ざかってるときって、音のトーンが変わりますよね。あれがドップラー効果って言うんですけど、あれは音も、周波数が変わるから、ああいう風に音が高くなったり低くなったり聞こえるわけですけど、これは電波でも一緒で、戻ってくるときにドップラー効果で周波数が動いちゃうわけですね。だこっちはこの周波数で出してるのに受信するときには違う周波数になってるのは決まってるんですけどね。というようなその宇宙の壮大さっていうのかね、まあ、地球と月の距離なんて宇宙というスケールで言うとむちゃくちゃ近い至近距離でしかないんですけど、まあだけど地球による人間にとってみれば月っていうのがいかに遠いか、あるいは光っていうのがいかに遅いかっていうのが実感できる、まあ、EME、まあ、EME は普通の人にはできないかもしれませんけど、アマチュア無線用の衛星、人工衛星っていうのも実はありまして、これも何十年前から実際上がってるんですよ。アマチュア無線用の衛星っていうのがいっぱいありまして、その衛星、要は通信衛星ですよね。アマチュア無線用の通信衛星ってあってですね、これ別に誰でも、衛星さえ、ちゃんと追尾できれば、誰でもタダで使えるんですけど、アマチュア無線の通信衛星にバーンと電波を発射すると、アマチュア無線の衛星が、人工衛星が、それを地球にまた返してくれるわけですね、違う周波数で。それによって遠距離との通信ができる、っていうそういう通信もあります。でもそれとてね、スマートフォンがあれば別に全世界どこだってインターネットがあれば即座に届くわけですよね。メッセージであれ、画像であれ、音声であれ。だから EME だとか今言ったアマチュア衛星とかね、そういったのを使って通信するっていうのは、自分自身の手でこう操作して無線機から電波が出る、でそれを受信する、通信するっていう、まあ、それロマンですよね、それでしかないですよね。まあ私が高校生ぐらいの時はアマチュア無線って別に音声だけでね、はいはい、もしもし、はいはいっていうだけじゃなくて、モールス符号で通信したりとか、あるいはその画像を無線で送ったり受信したり、
まあ、今はデジタルモードっていうのがいっぱいありますけど、昔からデジタルモードっていうのは、まあ、初期のね古典的なデジタルモードっていうのがいっぱいあって、モールス号も一種のデジタル通信ですし、あとはラジオテレタイプって言って、まあ、まあ、あとね、有線でいうテレックスですね。昔は商社だとか、それから今だったら、国の機関ですかね、大使館とかね、領事館とかとの間に、テレタイプって言って、まあ、要はタイプライターから勝手に文字が出てくるわけですよ、通信で。まあ、今で言う何ですかね、電子メール？電子メールのタイプライター版です。そういうのが、それを無線でやるっていうラジオテレタイプっていうのがまあ昔からありましてね、これはやっぱりその機械が必要だったんですよ。昔コンピューターとかなかったので、本当に商社とかああいった大企業が使ってたテレタイプのでっかい機械の放出品っていうのはもう廃棄して、新しく機械を入れたので、もうスクラップで捨てるやつ、そういったものをアマチュアが安く手に入れて、それを改造して、本当だったら国際電話回線に乗っける信号を無線機につないで、無線でそのテレタイプをするっていうのが昔はやっぱりあったんですね。あとはファックス。ファックスっていうのも一般に普及し始めたのは、電話だよ。電話回線で一般に普及し始めたのは、まだどうでしょうか、30年、もうちょっと前ですかね、35年ぐらい前から一般の家庭でもファックスっていうのがまあ使えるようになってきたんですよ。それは当時電電公社あるいは NTT が家庭用にミニファックスっていうのを、開発しましてね、今は A4 の紙でファックスっていうのが出てきますね。あとあるいはロール紙で出てきますけども、まあ、そんな大きいのじゃなくて、もっとちっちゃい、英語か B5 ですかね、それぐらいの小さなロール紙で、ちっちゃい、まあ、要するにハガキサイズの、画像を送るっていうミニファックスっていうのが一般家庭に、まあ、ちょこっと普及しました。で、このミニファックスの機械っていうのが、さっきのテレタイプと同じように、テレックスと同じように廃棄されたもの、あるいはリース落ちしたもの、企業とかでね、そういったものが、ジャンク品として放出されまして、使えるんですよ、使えるんですけど、もう古くなって、使わなくなったようなやつが放出されまして、むちゃくちゃ安く手に入ったんですよ。でそれをアマチュアが、安く買い取って、その本来は電話線に流すファックスの、信号をアマチュア無線の音声入力のところにつないで、電波でそのファックスの信号を送って、通信をしようという、そういうふうなことがやり始めたんですね。私の友達が理系の人で、それを本当にやっちゃったんですよ。ただ相手がいないと、そのファックスの機械買ったところで、相手がいないと面白くないじゃないですか、つまんないじゃないですか。なので友達同士で3人ぐらいで、みんなでファックスやらないかっていう話になって、ファックスの機械をね、3人ぐらいで共同購入しまして、でその理系の友達が全部改造の基板とかを作って、機械を改造してくれましてね、でそれを、持って帰ってきて無線機につないで、でお互いにファックスをしてたわけです。今みたいにパソコンないので、デジタル写真もないんですよ。写真というとフィルムで撮って、それを現像する写真しかなかったわけですね。なので、ほぼ手書きです。はがき台の紙に、なんか手でメッセージを書いて、それを機械に差し込んで、でビビビビビって、その、今でいうスキャンね。今スキャンなんてね、カメラでやれば一発で終わりますけど、当時は時間をかけてゆっくりゆっくり読み取って、でそれを無線でファックスで送信してたわけです。これの便利なところは、そこにいなくても周波数決めて受信状態にしておれば自動的に受信してくれるということなんですよ。なので学校に行ってる時でも無線機を
のスイッチを入れておいて、ファックスの電源を入れておけば、誰か一番最初に帰った友達がファックスで送ればですね、私が帰ってなくても勝手に紙に受信して感熱紙で出てきてたんですね。いるとかね。もう帰ったとかね、まあ、それでどうでもいい話なんですけど、まあ、そういう画像とか文字とかいうのが無線で送れる。しかも自分のいない時に自動的に受信して、それがファックスから紙が出てきて残ってるというのがむちゃくちゃ楽しかったですね。そういうことをやってましたね。だからそれも一つの技術的な楽しみですよね。でも今でもなんかファックスね、デジタル庁ができてファックスなんてそんなものはいらない、時代遅れたとかなんとか言ってますけど、果たしてそうなのかっていうとそんなことはなくて、まあ、確かに私は仕事でね記者をしてますけど、例えばねテレビ局とかね新聞社とかそういったところにこう取材関係の申し込みだとかね、あるいは依頼だとか、そういったものってまだファックスって使ってますよ、普通に。私は使わないですけど、私はもう電子メールですけど、普通にねテレビ局とかなんとかね、あんなところは普通に今のファックス使ってますよ。なんでかというと、あまりにも部署に人が多すぎて、あるいはそこにいない時でも勝手にファックスで受信してくれるわけですよね、紙として。でまだ残るわけじゃないですか。電子メールだったらピッて消してしまったら、誤って消してしまったらそれ残んないわけですよね。だけどファックスっていうのは確実に会社に届いてますから、本人がいなくても残った紙をその人の机にねちゃんと置いておけばメッセージがちゃんと届くし、また他の業務用の通信だったら別にその担当者本人じゃなくても他の人がちゃんと見ておれば対処できることだったらやってくれるわけですよね。ただでも電子メールってのはそうはいかなくて、そのアカウントを持ってる本人しか基本的には見ることができないわけですよね。そういったこともあって、代理でなんかっていうことがなかなか電子メールはやりにくいっていうことがあって、いまだにファックスって使ってますよ、はい。あとは船舶向けの、気象天気図ね、天気図、これも、今でも電波で気象庁が無線ファックスを今でも送信してます、してると思います多分。これやっぱり船舶局っていうのは、まあ、今はねその衛星システムっていうのがあって、インマルサットっていうね衛星システムありますけど、そんなインマルサットをね毎日毎日こう気象情報を得るためにインマルサットなんか使ってたら何も金があっても足らないんですよね。なのでインマルサットは積んでても重要な電話だとかね緊急事態とかそういった時にしか使わなくて、普段は気象っていうのはこうファックス、気象庁がファックスを流してる。漁船とかね、まあ大きなクルーズ船とかだったら別にインマルサット使ってもいいんでしょうけど、漁船ぐらいでいちいち衛星電話使っておれないわけですよね。インターネットを使うのにいちいち衛星で衛星回線につないで、画像を送ってもらうなんてしたらいくらあっても足んないわけですよね。なので今でも短波で、気象庁はその詳細な天気図ね、一般にそのニュースの天気予報で見るようなあんな簡易な天気図ではなくて、もっと詳細な、あるいはもっと広範囲な、船って日本の近海だけにいるわけじゃないですよね。太平洋の真ん中まで行ってる漁船だっているわけですし、そういったとこでも届くように、そのもっと広範囲なアジア全域の天気図だとか、もっと詳細な天気図とか、あと海洋予報とかね、そういった天気図っていうのをファックスで、電波で送ってます。だから全く時代遅れかっていうと、そんなことはなくて、船にとっては生命線ですよね。そんなこと知ってんのかなというふうには思いますけど、まあそういうね古典的な、まあ、デジタル通信だとか、こういう音声通信だとか、まあそういったのに加えて、最近は
デジタルモード、あるいは IT 技術を活用した、もう本当にインターネットと直結した、結合させた無線、アマチュア無線システムっていうのも、できてるんですね。これ私知らなかったんですけど、そういった、時代の流れに、その世界中のアマチュアが、日本だけじゃなくてね、世界中のアマチュアが、今の IT 技術を組み込んだシステムを考えて、そういったものをまた実験をして実用化にね、実用ラインに乗せて、それをまた世界中のアマチュアがそれを実行していく、でそういった通信形式が確立してくると、日本の総務省ね、総務省も、そういったのを認めるようになってきて、もうそもそもアマチュアっていうのは実験とかね、技術的な興味とかそういったことで電波を使うのがそもそものアマチュアの目的なので、そういう新しいモードだとか新しい通信方式とかそういったものにはどこの国もそうですけど、おおむねアマチュアには寛大に許可をしているわけですね。これが他の無線他の免許のいらない、無線システムでそういったものができるかっていうとできないんですよ。許可されてないので、そもそもシステムとしてそういう通信方式が許可されてないのでできないんですよ。そういったのが幅広く何でも許されてるのはアマチュアだけで、デジタル通信はそうですけど、音声通信もモールス符号のによる通信っていうのは一応世界的には廃止されてるんですよ。使われてないことになってます。ただし秘匿性、秘匿性でもないですけど、軍事用、それから漁船用、それからアマチュア用は、モールス符号による通信っていうのは今でも残ってますよね。モールス符号による通信、それからさっき言った RTTY とかね、テレタイプとかファックスとか、あとね、テレビもあります。スロースキャンテレビって言って、今で言うとね、JPEG の画像を送るようなもんですね。JPEG の画像をテレビ画面で送るようなもんです。そういうスロースキャンテレビっていうのもありますし、それをデジタル化したやつもありますし、あとは普通の、動画ですよね。動画を無線で流す。これは帯域が必要なので、かなり上の周波数しかダメですけど、ATB って言ってね、普通の、テレビ。アナログですけどね。っていうのも、あるにはあります。だから本当多彩な、無線通信がその気になればですよ。その気になれば大体のことはできるので、ただそういった専用の機械が売ってないだとか、そういう接続する機器がない。昔に比べればパソコンにつなげば大抵のことは今できますので、楽になりましたけどね。そんな専用の機器はいらなくて、無線機とパソコンをつなげるインターフェースだけちゃんとしておれば大概のことはできる。しかも最新の無線機はそのパソコンとつなげるインターフェースまでついてるんですよ。なので USB ケーブル1本でパソコンと無線機がつながるとかね、どうかするとなんか SD メモリーカードが無線機に入るようになってたりとか、って昔じゃ考えられなかったようなことが今は実用化してるんだよね。だから多彩な楽しみ方ができるので、なんかこれをやるのがアマチュア無線だっていう定義は実はあんまりなくて、ほとんどの人がこう音声通話とそれからモールス符号による通話だけで、ほとんどなのかもしれませんけど、だけど今パソコンみんな持ってる時代ですので、一切声を出さなくてもね、一切モールス符号を打たなくてもパソコンだけで、アマチュア無線の通信が完結してしまう。もちろんデジタル通信ですので、その文字列とかね、そんなだけですけども、それでもどこぞの世界の全然見知らぬ国のね、アマチュア局と実際に電波で直接つながっているっていう楽しさっていうのは、それが見つけられれば非常に面白いものになるかもしれませんね。あとはその無線システムと電話、携帯電話をはじめとするそういうネットワークとのインターネットも含めてですよ、根本的な違いっていうのは、
基本的に依存するものが無線システムにはない、自分のところだけで無線システムが完結するっていうのが、一番の特徴であり強みであると思います。何回か日本でもその携帯電話のシステムが、ダウンしたことありましたよね。あの時は電話はもちろんつながりませんけど、インターネットもつながりにくくなりましたよね。そうすると、電話は使えないから、相手の電話番号分かってても電話はかからない、じゃあメッセンジャーでね、 LINE だとかね、Facebook メッセンジャーとか、ああいったもので相手と通話をすることもできますけど、インターネットつながらないので、それもできない。もちろんメールも送れない、ショートメッセージも電話つながらないから使えないっていうことになって、基本的に電話会社のインフラに依存してるわけですよね。だから電話会社のインフラがダウンしちゃうと使えないということになると何もできないのが、あの、便利ですけど、弱点、電話、携帯電話の最大の弱点でもあるわけですね。ところが無線っていうのはアンテナと無線機と電源さえあれば、どこにいても電波を発信することができますので、受信できる人がいれば、必ず自立して自分の力だけで電波を発信してつながることができる。つまり何らかの基地局が必要なわけでもない、直接通信ができるので、もちろん中継局とかありますよ、アマチュアにもいっぱいありますけども、そういうのを利用すると便利でね、見通しの距離以上に届くことはできますけども、仮になかったとしても、自力で電波を発信して、何らかのメッセージを伝えることができる、完璧に自立したシステムであるっていうのが無線システムと携帯電話システムとの根本的な違いなんだと思います。でこれがどういう時に役に立つかっていうと、やっぱり災害時だとか、あるいは自分自身が遭難しちゃった場合ですね。これは海であっても陸であってもそうです。海の遭難はもちろんですけど、陸の遭難だってそうですよね。山で遭難しちゃってですね、あのスマートフォンを取り出しても、まあ、県外でつながらないとか、県外だとどんどん電池減っていきますからね。あのずっと携帯電話の電波を探し続けるので、どんどん電池減っていきますからね、県外だと。なので山の中で遭難すると、携帯電話は役に立たないこともあるわけですね。海だとなおさらですよね。こう沿岸だと全然大丈夫ですけど、あのちょっと沖合に行っちゃうと、もうあの陸の基地局の電波が届かなくなっちゃいますよね。そうすると県外になっちゃいますので、何かあった時に通信ができない。まあもちろんね、自分が乗ってる船が客船とかフェリーだとちゃんとそういう衛星通信システムがあるから別にいいんでしょうけど、でもそういう時にあの無線があると、どこかで聞いてくれてる人がいれば、自立して自分からこう電波を直接発信することができるっていうことがあるので、まあその必ずそれで助かるかどうかは別としてもね、もう全くもって県外で、あるいはバッテリー切れで何にもできないこう携帯電話であって、携帯電話よりも助かる可能性っていうのは高くなると思いますよね。あるいはその地震とかね、津波とか、ああいう災害時でも、結局携帯の基地局が倒壊してしまえば、県外になっちゃうわけですよね。基地局の電源が落ちちゃうわけですから、あるいは物理的に倒壊しちゃうと携帯電話使えなくなっちゃうわけですけど、でも無線はバッテリーとアンテナと無線機さえあれば、ここから直接発信することができますし、仮に直接どこかのね、救助機関に、その話が届かなかったとしても誰か聞いておれば中継してもらうことができますので、これはみんなアマチュアのボランティア精神ですけどね、誰かが必ず助けて
聞いておれば助けてくれる、また通信を中継してくれる、中継することによって必要なところに必要な内容が届くっていうメリットがあるんじゃないかなと思います。アマチュア無線が爆発的に人口が増えたのは映画でしたっけ、ドラマでしたかね、スキーの、私をスキーに連れてってでしたっけ、なんかそんなドラマか映画かなんかありましたよね。あれで無線が確か出たんですよね私見てないから分かりませんが、それでなんか無線が出て、アマチュア無線なのかなんか分かりませんけど、それで爆発的にその雪山での遭難だとか、ああいうスキーのね、ああいったところの事故だとか、そういった時に無線システムっていうのがものすごく役に立つというようなことが、まあ、描写されたんですよね。で、爆発的に免許を取る人が増えたわけですね。まあ今は特定省電力無線だとか、それからデジタル簡易無線だとか、まあ、そういう免許のいらない、無線システムもいっぱいあって、無線機もそんなに言うほど高くはないんですよね。だから免許ない人でも、まあ、好きぐらいであれば、そういう特定省電力無線とかね、デジタル簡易無線とか持っておれば、まあ、別にね、わざわざアマチュア無線の免許、国家試験を受けて、免許を取って、開局申請をして免許証を取らなくても、買ってくればすぐ使える無線システムがありますから、まあ、スキーくらいだったらそんなんでいいんだろうというふうには思いますけどね。まあ、だけどそういったその一度でも無線で通信をした経験がある人であれば、まあ、楽しさっていうのはお分かりいただけるんじゃないかと思いますけど、やっぱり今の若い方っていうのはもうね、さっきほど言いましたように物心ついた時からスマートフォンがありますので、いちいち人とね通話するのに家に電話するとか無線で呼び出すとか、まあ、そんなことしなくてもね、ポケットベルで文字を送るとかそんなことしなくて もう少なくとも電話番号を知らなくても LINE でね友達でつながっておれば、電話番号もメールアドレスも知らなくてもメッセージ送れちゃうわけですよね。そういう時代ですので、なかなかその無線システムの良さだとか、ロマンだとかね、なんかロマンって言うと男っぽいですけど、まあ、ロマンだとか楽しさだとかね、なんか技術的な興味であるとか、電波の不思議であるとか、まあ、最初の方に言いましたけど、こう宇宙の壮大さとかね、光の遅さを実感するとか、なんかそういう風な経験がないとなかなか興味って持ってもらえないですよね。だからアマチュア人口っていうのは減る一方でありますし、また高齢化、別に日本人が少子高齢化だから高齢化しているということではなくて、そもそも若い人が無線システムを知らないから触ったことがないので、その楽しさがわからないわけですよね。遠足の時の話しましたよね。遠足の時に先生が持ってる CB トランシーバーをね、列の前の方と後ろの方で2台でね、こうなんか喋りながら、先生が使わない時にですよ、無線機借りて喋りながら、なんか無線って面白いな、なんかそんな経験とかね、秘密基地2つ同士でね、なんか戦争ごっこしながら、無線通信でやり取りをする、まあ、おもちゃのトランシーバーでですよ、そういう経験も今の若い方はないと思うんですね。そうするとやっぱり、無線の楽しさだとか面白さだとか不思議さとか、そういったものはなかなか分かんないんじゃないかなというふうに、思いますね。私も忘れてたのかもしれませんが、つい最近なんかそういうものに目覚めたわけじゃなくて、もともと持ってたんでしょうけどね、忙しくてそんな暇もなかったし、そんなことをやる時間も金もなかったので、なんかなんとなく無線っていうものは興味あったけども、もちろん免許は持ってますけど、なんとなくやらなくなっちゃったのかなと思います。でもなんか最近はちょっと時間的な余裕が出てきたので、またやってもいいなと思って、今いろいろと模索をしている段階です
まあそんな感じで今日もちょっと1時間近く喋ってしまいましたけど、まあこんな話っていうのは、なんか私の顔をね、一応撮ってますけど、これしか撮るものがないので、見ててもしょうがないので、もしもご覧になっていただける方がいらっしゃれば、音声だけね、ラジオ代わりに、聞いていただければいいんじゃないかなというふうに思います。大体この1時間も台本なしで、全くノー編集で、喋ってること自体が、ジャム線やってたからできることなのかもしれませんね。まあそんな感じでオチにしたいと思います。以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。